はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は、柏木日向さん。柏木日向さんのパーティーはオーロンゲ、ドラパルト、マスカーニャ、なんかこれフレアソングのバガ、ラウドボーンか、ラウドボーン、アーマーガー、モロバレルと。モロバレルとか来られると非常にまずいんですけども、まあモロバレル来たところでな、どうで、マスカーニャとか普通に厳しいんだよね。不意打ちとか、不意打ち殺法とかやってくるから、加藤純一出して木の笠出したいな。まあでも山田邦子と沼田椎名のゴールデンコンビは絶対出さなきゃいけなくて、一回山田邦子を出して沼田椎名は、であとはデカヌちゃんかな。ラウドボーン重いけど、ラウドボーン出せないでしょ、上のに俺のアメパ2体見たら。デカヌちゃんっぽいな。いや、もうデカヌちゃんにしましょう。はい、デカヌちゃんでいいです。はい、初手オーロンゲから来られたらちょっと厳しいかな。そん時はちょっとデカヌちゃんに交代しますか。さあ、柏木日向さん対戦よろしくお願いします。さあ、日向さんの先発はマスカーニャから来る。これはね、圧倒的出しがち盤面なんですよ。叩き落とすとかやられるかな。このマスカーニャが鉢巻き型なのかたすき型なのかわかんないですけど、ここはもうね、暴風一択っすね。暴風でいきなりテラスタルとかやってくるのかな。相手そんなヤンキープレイやってくるのかな。トリックフラワーが変幻自在なのね。タスキ型かな。がこれは絶対ハチマキ、確実にハチマキだわこんなもん。はい、効きすぎ。耐久ぶりじゃなかったらペリッパーワンパン、ペリッパーの耐久ってそこそこあるんですよ。ハチマキトリックフラワーですね。はい、ドラパルティ、これ一点読みしていいですか。相手のドラゴンアロー読みで、あのデカヌちゃんにします。ここで身代わりとか電磁波とかやられたら本当もうブチ切れるわ。さあ型破っていく。 OK、 ドラゴンアロー読んだ。ここをどうすっかな。普通にぶん殴る、普通にぶん殴るか電磁波か。ちょ待って、相手のパーティーってなんだっけ。まあ電磁波を無効にするやついないよね。じゃあここは電磁波しますわ。さあ相手テラスタル切ってくるのかな。切るとしたらここしかないんだよね。ただドラゴンテラスタルだと思うんで、ドラパルトだから。相手がこだわりアイテムを持ってるか持ってないかっていうのを見たい。ここで引いてきたってことはもう絶対こだわりハチマキか スカーフのメガネかもしれないですね。いやメガネはないか、ドラゴンアローだよ。アーマーが OK。 緊張感ね。ちょっと電磁波、ここでね、いろいろ積まれるのマジで厄介なんだけど、もうステルスロックはいらないから正直。どうすっかな、中途半端にこう、ちょっとアメターンってあと何ターンよ、2ターンか、中途半端だわ。ここはもうステルスロックで、鉄壁ボディープレスとかやってくるんだろうけど、鉄壁だろう相手、挑発、挑発か。あ、次のターンで雨切れるんだよね確か。じゃあ一発ぶん殴るか。ぶん殴ったところで5つ目にあんま触りたくないんだけど、しょうがないですね。
どのぐらい入るんだろう、半円だからこんなもんだよね。オッケー、痺れて動けない。じゃあここでペリッパー出しましょう。ここでペリッパー出せば、ここでペリッパーに交代して、さあ相手もここでもしドラパルトとかに交換してきたらめちゃくちゃうまいね相手。さあどうする、どうする、どうなる、どいにするなんつってね。明日もシェリー正直企画ですよ、ほんとしょうもねえわ。さあデカヌちゃん戻る。ここで相手ドラパルトに引いてきたらマジ天才ポケモンプレイヤーだよ。はい、雨が降って、ここでボディープレスで殺されてもいいです。オッケー、あ死なないんかい。どうしようね、メガネだから、いや半減でもね波乗りは耐えられねえと思うんだよね。波乗りでこれタイプ1で 1.5 倍、雨で 1.5 倍、こだわりメガネで 1.5 倍なんで、オッケー。まあもうぶっちゃけドラパルト相手絶対こだわりハチマキだと思うんで、もうここでペリッパー切ってもいいかな、死んでもいいです。もうこれ勝ちなんで、波乗りでドラゴンアローはもうこっちがデカヌちゃんバックが怖くてやってこれないでしょ。さあただでも負け筋まだあるんでね。はい、食べ残しなんだ、なんでじゃあさっき聞いたんだ。じゃあまあここフローゼル投げます。でまあやることは、テラスタル切ってウェーブタックルですね。これドラパルトより今フローゼルの方が素早さ早いんで、素早さ実数値が230になるのかな、あ実数値じゃねえや、あの種族値が雨で単純に2倍、素早さ種族値115族なんで2倍になると230族になるんですよね、フローゼルで。最速じゃないんですけど純速なんで絶対抜かしてるんですよ。おっと何テラスタルなの、ドラゴンだったら耐えらんねえ、耐久に振ってない限り絶対耐えらんねえと思うんだけど、ドラゴンテラスタルだよね。まあ別に半減だけどぶち込む、ぶち破ることできるんで。さあフローゼルのウェービングタックル、これ多分耐久無理だったら絶対死にます。はい、オッケー、対戦ありがとうございました。いやフローゼルで暴れるの気持ちよすぎるわ。さあ柏木日向さん対戦ありがとうございました。いやこれはいい試合でしたね。はい、それではね柏木日向さんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、キリン午後の紅茶オレンジティー、リフレッシュオレンジティー果汁 0.1% を飲みたいと思います。いただきます。あーうまいわ、あーうまい。今日はねシェリー障子企画を有楽町でやってきたということで、ちなみに明日も神谷町で、神谷町アネックスでシェリー障子企画なんですよ。でシェリー障子企画をやるにはこれを食べなきゃいけないですよね。これ音聞こえますか皆さん。そう、小池屋ストロング暴れ焼き梅こその衝撃ですよ。これを今から食べたいと思いますね。わざわざポテチを食べるっていう動画をこのポケモンの動画に載せるって全く関係ないっていうね、これはもうちょっとやめときましょう。はい、それではね、地域クラウンが解散記念ということで、解散したということでね、まだまだカオスマイスター動画にガンガン行くぜ、最後までっていう感じでね、ガンガンビンビンズンズンバンバンやっていきたいと思います。そしてこれからもね、小池屋ストロング暴れ焼き梅をバクバクガツガツもぐもぐむしゃむしゃ食べていきたいと思います。以上カオスマイスターでした。またアップします。シェリー少女くたばれ、バイ。